ノーマン・ボーローグはアメリカ合衆国の農業学者、アイオワ州、クレスコ出身、ミネソタ大学卒業。イギリスの経済学者、トマス・ロバート・マルサスは1798年に発表した人口論において人口増加に対して食料生産が追いつかないことを警告した。ノーマン・ボーローグはインドや中国などで小麦等の高収量品種を中心とした新しい 農業技術を開発し穀物の大幅な増産を指導した。世界の食料不足の改善に尽くしたとして、1970年にボーロ老ーグにノーベル平和賞が与えられた。1986年には笹川アフリカ協会の会長に就任、サブサハラアフリカ諸国での緑の革命の実現を目指して働いている。小麦や他の穀物では多種になると、 ほの重さにより倒れやすくなる。ボーロングは小麦農林15を親に用いて背の低い丈夫な麦を作った。これが奇跡の麦である。これにより数億人もの食料危機に瀕している人々が救われた。このごべえやその他の穀物の奇跡の品種がすぐ後に続き世界の緑の革命の引き金となった。ブッシュ大統領から 議会名誉をゴンクン賞を贈られるボーローグ、A.B. アンドリュー B.T. ノーベル賞受賞の米農学者、ボーローグ氏が、死去95歳。AFB 通信。http コロンスラッシュ w w w a f p, p b c o m スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ264107762016年2月27日閲覧。小野新一。化学肥料の功績と、 土壌肥料学、独立行政法人農業環境技術研究所、2016年2月27日閲覧、ありがとうございます。